はい、おはようございます。炭酸生態のアンジです。いつも動画を見ていただき本当にありがとうございます。今回もね、前回と同様ですね、本間博隆先生とですね、インタビューというか対談、質問コーナーをね、ちょっと一緒に回答していきたいなと思って、今回も本間生態院にお邪魔いたしました。はい、本間先生、よろしくお願いします。はい、体と脳を整えて、ストレスをゼロにする生態師、本間博隆です。よろしくお願いします。かっこいい。YouTube 見てます。前回 の、 あの収録の時、はい、挨拶忘れてました。はい、いや、本当そうですね。もうね、こう喋りたいのかもね、もううずうずしちゃって。で、この映像も動画撮りたいぐらいですね。本当ね。ほんまこうやってね、こうやってラジオしてんだみたいなね、面白い感じでやってるんですけど。で、前回は腰痛のお話をしていただいたんですけど、今日もね、質問でね、腰痛の方からのお答えというか、相談をちょっとまた一緒に考えていきたいと思うんですけども、はい、腰痛治療でね、整形外科や整骨院に通っていますが、よくあるね、全然良くなりませんっていうね、よくあるあるですよね。はいはい、で、整体での施術は、整形外科や整骨院での治療とどのように違いがありますかってことですね。とてもちょっと今回、腰痛シリーズですけど、すごくいい質問です、ね。じゃあ、これ結構こういう方多いですよね。これはもう本当にね、うん、明確に違うと言ってもいいと思います。はい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 、はい。それはなぜかっていうとですね、うん、まあ整形とか、うん、整骨院っていうのは、はいはい、まあ、どういった縛りがあるかっていうところなんですけど、うんうんうん、今のこの日本の法律ではですね、うん、腰が痛いっていうと、はいはいはい、腰しか診断できないし、うん、治療ができないという縛りがあるんですね。はい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 、もちろん整骨院さんも実はそうなんですね。腰痛があるよっていう場合があれば、うんうん、腰しか触ってはいけない。ああ、そういうことなんだ。保険のルールで決まってるんですね。ああ、なるほど、なるほど。なので、明確に、うん、そういった法律、関係法規のお話でいくと、うん、整形整骨院と整体院の明確な違いっていうのは、うんうんうん、整形整骨院は腰が痛かったら、うん、腰しか見えない。でも前回の動画でもお話ししたんですけど、うん、腰痛っていうのはほとんど腰に原因がないことが多いですよね。はいはい、なので整体っていうのはですね、うんうん、基本的には体中触ったりとか、ね、関係ないようなとこ触るとこ多いと思うんですけど、うんうんうん、実はそれっていうのは関係ないわけではなくて、はい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 、腰以外も、うん、治療していくと。なるほど、なるほど。それによって結果的に腰痛を治していく。はいはいはい、もちろん今整形でも、うんうん、整骨院でも、うん、いい治療院っていうのはですね、うんうんうん、腰が痛いからって言って、うん、もう腰だけ見るんではなくて、うんうんうん、腰以外の治療をやっていると思います。うんうんうん、でもまさに本間先生そうですよね。はい、そうですね。はいはい、もともとその整骨院っていうのは、うん、誤解があってはいけないんですけど、はい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 、保険の枠組みでやるなら腰しか触ったらダメなんです。なるほど、なるほど。はい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 。なので、うん、まあ自費プラス自費とか、うんうんうん、自費移行ってされてる治療院たくさん多いですし、うんうんうん、まあ利用される方に関してはですね、はいはいはい、金額が高くなって嫌だって思うかもしれないんですけど、はいはい、それあくまでね、うん、そういった直したいっていう気持ちがあるから、そういうことか、そういうシステムを取らざるを得ないっていうところもね、はいはいはい、ぜひね、このラジオ聞いていただければ。そうですね、これは結構分かりやすい説明本間先生してくださって、僕もなんでかなっていうの漠然とあったんですけど、僕保険とか知らなかったんで、はい、実際来られた患者さんにも、腰痛いのになんで肩触るのって言われたことあったんですよ、最近にも。でもそれってまさに保険で、はい、腰が痛いっていう人にはその手相しか触れないみたいな、そうですね、そういう縛りがあるってことなんです。ありますね。だからそういうのも全然やっぱ一般の方はあんまり知らないから、このラジオを聞いてもらった方はね、あ、なるほどねと、はい、僕たちはだから根本的に治そうとしてるから、はい、言えばその保険プラスの費用がかかっちゃうよってことなんですね。はい、なるほど、なるほど。でも勘違いしてほしくないのは、うんうんうん、別に病院の批判をしてるわけではなくて、このご相談されてる方なんですけど、うん、整形外科や、うん、整骨院に通っていますが、うん、全然良くなりません。それここがポイントなんですね。それがポイントなんですよね。逆に言うと、うん、例えばですね、うん、腰に、うん、腰に原因がある場合も数パーセントあるんですよ。うんうん、はい、あ、ね、例えば、うんうん、腰にガンがあるとか、はい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 、腫瘍があるとか、あ、うんうん、本当に腰の骨が折れてしまう、うんうんうん、まあ、確実に腰に原因があるとか確かに確かに、こういった場合は
、うん、もちろん整体や整骨院では対応しきれません。そういった場合はですね、うん、お医者様がいないといけないので、こういうお話をするといつも、ね、あの病院批判をされる方とか、そうそうそう、僕らもよく病院批判をしているように勘違いされるんですけど、うんうん、いや違うと、うん、そうですね、はい、あの緊急、うん、まあ、これはあの医療的にはレッドフラッグって言うんですけど、緊急レベルの高いもの、はい、即オペが必要なものに関しては病院がなければ、うんうん、絶対そうです、はい、健康っていうのを守ってはいけないので、うんうん、そこだけは勘違いしてほしくないな。結構ね、あのちょっと話がそれちゃうかもしれないんですけど、はいはい、あの SNS とかでね、はい、僕らの同業の先生とかが、はい、医者はどうのこうのとかね、はい、医者は何やかんやって批判的なことを言うてる人がいてて、はい、そのまさに本間先生の意見とちょっとこう違うんですよね。だそういう人たちは逆にお医者さんの信頼価値っていうか存在価値っていうのかな、はい、それをこうちょっと失礼なこと言うてるやつらが多いなと僕は思ったんですよ。そうですね、もう本当一言言うとたばっけです、ね、いや本当そうですよね。いや本当にあのお医者様しか治せない領域と、はい、僕らが関与できる領域っていう、まさにそういうことなんですよね。だからお医者さんたちはそういう、まあ、縛りもあって、うんうん、そうなんですよ。で今まで腰がダメだったら腰しか、うん、まあ、見れないっていうのもあったからこそ、うんうん、結局腰以外の原因っていうのの究明が進んで、うんうん、まなかったんです、ね、そういうことですよね。はい、ただまあ整体っていう分野に関しては、うん、腰のいろんな治療してきた人たちが治らない、うんうん、まさにこの質問者の方と同じなんですけど、うんうん、腰にはもうやれることはやり尽くしてきた、うんうん、そういう方があのいらっしゃることがケースとして多いので、そういうことですね。だからまあ自然と発想的に、じゃ腰以外のところ調整してみたらどうなんだろうっていう、うんうん、こういう思考の流れですよね。考察できますよね、そういう違った視点というか、はい、だって全然良くならないんだもんね、はい、この人。だから例えば、うん、まあ、あの明確な違いで言うと整体に来てもらえれば、うんうん、あの腰以外のところいろんなものがあります、うんうんうん、例えば、腰以外あの、うん、例えば腰の骨じゃなくて、うんうん、背骨で言ったら首の骨や背中の骨、うんうん、あるいは骨盤があったり、はいはいはい、まあ、手足があったり、確かに確かに、はい、まあ、体で言うとそういったところになってきますし、うん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 、もちろん、これが結構あのヨーロッパ の, あの腰痛ガイドラインっていうのがあるんですけど、こちらで言われてるのは、うん、あの心因性のもの、はいはいはい、あの分かりやすく言うと、うん、心の問題であったりとか、ストレスっていうところ、ほうほうほう、そういったものも、はいはい、あの関与してきますっていう話にもなってくるので、あのそういったところのケアっていうのも必要になってきます、ね、いよいよだから治らないですね。そうですね、だから本当あのこの方に関しては、はい、あの腰に多分整形外科や整骨院で腰周りをいじくり回すことをやれるだけやってると思うんですよね。それなのに、はい、腰痛が良、うん、くなってない、はい、っていう、全然良くならないって書かれてる。今整体に対して希望を持ってくださってると思うんですけど、うんうんうん、まあ、僕例えばこの方がうちに来ると、うん、来た、本間整体に来るってなれば、うん、かなり希望を持ってもらう。いや本当そうですよね、いいと思いますね。確かに本間先生 の, その僕施術とかね、いろいろお仕事も一緒にさせてもらってますから、はい、よく分かってるんですけど、その腰だけじゃないですもんね、はい、そのまず指標を見てですね、自分 の, その体の、ね、本間先生の理論に当てはまったいろんな動きを見てここだみたいな、はい、とかでこう僕目の前で見てきたんで、多分この方がもし本間先生のね来ていただいたら結構確実にというかいい感じになるんじゃないかなと思うんですね。結局腰痛が治らないっていうのは、うん、みんなこう盲目に探してしまってる、はい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 、腰に原因がないのに、ね、ずっと腰見てても、うんうん、答えにはたどり着かないじゃないですか。絶対そう。でも視野を広げた途端に、うんうんうん、例えばですけど、うんうん、まあね、今外出できないという状況の中でこのストレスっていうのももちろん腰痛の原因になってしまいます。そうですよね。そんな関係ないっていう思われる方もいると思うんですけど、例えばなんですけど、緊張したりとかストレス感じたらすぐお腹痛くなる人っているじゃないですか。あ、結構僕もそうなったりとか、あれの腰バージョンがあると思ってもらったら分かりやすいんじゃないかなと。これめちゃ分かりやすいわ、はい、ほんまや、はい、なんでそういう方はお腹じゃなくて腰痛に出ちゃうんですね。出ちゃうんや。まあ、そういった、まあ、これ脳の話が関わってくるんですけど、うんうんうん、まあ、脳等の回路の中で、うんうんうん、あなたはその、まあ、言ったら救難信号が腰に出やすいだけなんですね。なるほどなるほど、はい、例えば緊張しすぎてお腹痛くなるとか、そんな入れててってなるのと、あ、腰に出るって、あ、なるほどね、はい、
いやこれ面白いですね。この方ね、あのもしねまた詳しくもっとこう本間先生の話とか相談したいんであれば、はい、本間先生の LINE アットも概要欄とコメント欄に貼っておきますんで、はいはい、あのよろしいですか、話しまって。いやもちろんです、お願いします。本間先生の、まあ、LINE アットおよび、概要欄にね、 LINE アットの、はい、言えば友達追加してこの質問ですって言ってくれた本間先生、あの、対応してくださるんで、直接相談していただける、うん、直接相談できる場をお持ちなんで、ぜひですね、はい、そういうのを使っていてほしいと思います。はい、お願いいたします。いや今日も結構いいお話聞かせてもらいました、これ。そうですね、はい、なんで、まあ、この方にぜひ希望を持ってもらえればと思います。うん、ですね、はい、なんかもう全く良くならないですごいこう失望感がこう現れてきてるんで。いや本当に、はい、でも当然なんですよ、うん、そこにないんですか。そこにないです。宝探ししてもそこに宝がないのでしょ。まさにその通りなんですよ ね本当に。そういうのをちょっとね、やっぱり僕らこうもっともっと発信してね、こういう、はい、多分こういう方非常に多いと思うんで、多いと思いますね、はい、僕たちこれからまた配信していきますんで、はい、よろしくお願いしたいと思います。お願いします。いや今日も本間さんありがとうございました。ありがとうございました、まあ、もう一回ちょっとね、あのもう一つ質問があるんで、また次回ですね、はい、お願いしたいと思いますんで、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いいたします。また次回お会いしましょう。バイバイ、さよなら。